線転がしに向かってるんですけど、ここでいいんだろう。誰かの動画でさ、ラブホの看板を見つけてんだけどね、多分これだと思うんだよ。これやってんの？合ってる合ってる、もう合ってる。ラブホあったの？あ、汚染この歌詞書いたんじゃん。これ、え、もしかして、ここ、ラブホやってた？え？ラブホじゃないの？でも7000円って書いてあるよ、宿泊。ほんとだ。じゃあもうやってないのか。やってないんだ。あなた YouTube のチャンネル持ってたよね、そういえばね。持ってなかったっけ？てか、このホテルがやってるんだったら、ここに泊まってよかったじゃん。ねえ。まただまりか。うわ、すげえとこ歩いてくんだな。うちは通し喋るよ。じゃあ先行った方がいいよ。じゃあ。うちの声全部入っちゃうよ。あっつ。意外に観光地なんで、舗装されてますね。まあ、お線香菓子の話は、有名ですよね。どうしたん？どうしたん？もう着いたよ。お、コンドル、コンドル。ピーヒョル、ピーヒョル、でげえな。なんか甘い匂いがする、ここ。お花の匂いがね。お線転がしの言い伝えは、悪徳父親を、やっちまうかって言って、それを話をしたお線ちゃんが、身代わりに来たって。落ちてしまいました。違う、はしょりすぎて分かんない。危ねえよ、立ち入り禁止。多分あそこなんじゃないの。あんな近く撮れんの？これが汚染さんのやつですね。汚染さんの。で、隣の地蔵さんが事件に巻き込まれた親子の、地蔵さんらしいですね。って言ってたよ。もう思いっきり人任せ。あ、はい、わかんないときは、私の動画を見て、ごめんなさいと。こんな近いところにピーヒョル言ってんだね。ほら、ここに書いてあるわ。汚染転がし。ね。らしいです。じゃあ、ここからちょっと 4K に変えますか。